はい、皆さんこんにちは。ファミツアップスターズターザンの、そしてブンブンマルです。そしてヤコです。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ということで今日はね、カルチャーファンタジスタやっていきたいと思います。はい、はい、よ。はい、1週間、リリースから1週間経ちましたけども、はいはい、それぞれ皆さんがどれぐらいね、仕上がっているのかというのをね、チェックしていこうじゃないですか。いきましょう。結構でも個性が出てるかなって思うんですよね。はい、どうでしょうかね。まあ、引けてる選手とかね、確かに。じゃあ僕のやつからちょっとまず見ますか。いきましょう。お願いします。はい、ということでこれが僕のね、チームですね。はい、来ましたね。うちのクルメラーメンズが。クルメラーメンズ。これ、結構ね、自分の手持ちの、はい、選手の、その、なんていうんですかね、ポジションからフォーメーション組んでるんで。なるほど。3号に。はい、こういう感じになってます。で、結構ね、左側が結構攻めが強いんですけど、確かに、はい、シェフリアリじゃないか、シェフリア、そうなんですよね、ええ、まあ、進化がそんなに、まあ、できてるわけじゃないんですけど、とりあえず強そうなやつから進化していって、なるほど、みたいな感じで、間違いないですね。ただやっぱゴールキーパーとかちょっとディフェンスが、はい、じゃあんまいい選手が来てなくて、多分そのガチャの比率で、はいはいはい、ディフェンス系の方が少ないと思うんですよね。あ、そうなんですね。あとはそのディフェンスマジでなんかそのウィングとか、はいはい、そうなんだろう、フォワードとかって、はい、どこでもある程度なんか他のポジションの理由を聞くと思うんですけど、はいはいはい、ただまあこのゲーム結構点取った方が有利じゃないですか。そうですね、うん、引き分けでもダメだし、うん、そうですね、点取って上回らないとダメだから、うん、まあ、だから結構こういう構成にはなるのかなっていうような、あとは号令系がどの辺に入れられるかみたいな、うん、そうか、この辺とかも結構号令ですね、ですよね。はい、だ多分これアーシェンとか、はい、あとは今センターバックのポジションで入ってるラゴスとかもそうなんですけど、はい、これですね、はい、これは結構そのボ、まあ、ここに置くんだったら多分そのボール取ったところからそのまま速攻のコブ打ってみたいな感じになるんで、うん、しかも重ね掛けできるっぽくて、これ重ね掛けなんだ、ね、まあ、ある程度でこうが傾斜っぽいんですけど、はい、その号令 ×123 とか乗ってくるんで、はい、同じ号令でも、うん、あ、そうなんだ。なんで結構割とボンボンボンって発動する気がするんで、それでなんか総合力アップさせてもいいのかなって気がしますよね。キーパーはやっぱクイックセーブ、アイスでクイックセーブ、クイックセーブですね。クイックセーブ結構万能っすよね。万能っす、うん、僕はオススメです、これこれマジ強すぎる、何でも止められないっすね。いや、まあマジでクイックセーブ最強なんで後で見せますけどクイックセーブマジでおすすめです。ただやって思ったのはこれキーパー強くないとちょっときつい、うん、まあ点は取れるから、うん、そうっすよね、シュート結構何本も入れそう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 ガチになっちゃうから、ただ実際そのキーパーが良くないと、うん、その無失点系のやつをクリアするのは、はい、相手それなりに強くなってくるときついかなって印象あります。なるほど、うん、そうっすね。結構戦力差あってもなんか入ったりする時あるんですか。そう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 、はい、なんで僕は今こんな感じで。なるほど、はい、了解です。さあ、じゃあ今回はニヤボーの、はい、割と育ってますね、これもいいし、やっぱすごい育てやすいんですよ、このゲーム。確かにね、素材がめっちゃ出ないから、ね、4-3-3ですね、はい、結構攻撃的な感じで、うん、そうですね、サイドアタック重視みたいな感じです ね。右サイドクソ強いっすこれ。右サイドバカ強いっすよ。みんなね、口を揃えてるのはシェフリダ強いっていうね。これなんだな、はい、すげえ得意だ。スキルもね強いし、そうですね、ただキック力すごいですよね実際ね。そう、キック力はこいつはもうズバ抜けてると思う。結構ロングシュート進化することによってどの体勢でシュートを打っても、はい、もうなんか光り輝くシュートが飛んでくるじゃないですか、ドギャーみたいな。こいつハーフラインぐらいからぶち込むんですよ、相手のボール。そうですね、それがやばいですよ。真ん中誰ですか？これトットっすよ。あ、これトットこうなるんだ。イタリアのトットっす。トットっすよ。王子じゃないよ。王子じゃない。問題児。問題。もうこいつも一番お気に入りなんですけど。エヴァンジェラー。エヴァンジェラー。前衛か。まあ、こいつでガンガン上がってって、はい、こいつはもう。なんかディフェンスだけどアタッカーって書いてあるんで、もうガンガン前行くんですよ。なるほど。これね、俺のチームの4人目のフォワードっすよ。強力シュート、はい、はい、これはスキルつけてる、ストップテクニック S がつけてます、はい、あのもらえるやつ、なんだっけ、ミッションで週末に多分スキルの、はい、そのブーストを取れる日があったんで、うん、それでやったんですよ。そうですね、そうですね、それでつけます。運がいいとね、 L 出たんですけどね、俺あんま L 出なかったな、はい、でやっぱ俺自分ゴールキーパーいなくて、ああ、ジュステですね。ループセーブのやつ、とりあえずしてるんですけど、はいはい、クイックセーブの方が俺もいいと思う。あ、だからクイック噛み合えば強いんでしょうけどね、ループのセーブが。確かにトレンドがループばっかだったら結構強いですね。そうなんですよね、まあそんなもんすかね、はい、まあ、まあ攻撃的ですよ、自分も、はい、了解です。
さあ、ジョブさんの。はい、これうちのチームですね、はい、こんな感じになってまして、やっぱセンターバックちょっと引きにくかったんで、はい、あとやっぱその点取りたいというのもあって、僕はさらに攻撃的な 3-4-3 で、はい、3-4-3 ですね、攻撃的ですね、ですね、で前線めっちゃ増えてる、前線かなりこんな感じになってます。あ、うちにもシェフリニアいて、まあ、シェフリニアすごいいいですよね、これやっぱ、あ、やっぱいいっすね。で、センターフォワードがこれですね、うちは、クロノ、クロノ、ポルトガルの子、クロノです、クロノ、あ、これいいですね。そうですね、そのダイビングヘッドも、はいはい、その強烈ボレーも、はい、あんまその発動する状況って変わらないじゃないですか、ね、はいはい、変わらないですね。言ってグラウンダーに対してもダイビングヘッドで出るんで何でもしますからね。でそうなった時にこのもう一個 の, あの速攻の大号令がそのカウンターの形でクロにボールが当たると高確率でこれ発動して、はい、そのまま相手を置き去りにして一人でシュートとか速攻系の大号令か、そうなんですね、はい、割とこれいいな。なんか最初はそのもう一個ドリブルがいいなと思ってて、はい、まあ、さっきのローレアイとかいいなと思ってたんですけど、はい、これはこれでありかなっていう感じがしますね、うんうんうん、今は。で逆サイドのウィングがこれですね、これバナナシュート持ちのアズさんです。はい、アズさん、あえてさん付けするのが礼儀だなっていう。そうですね、そうですね。でこれうちのエースなんですけど、これシドネ、フランスのシドネですね、はいはい、でこれがですねループシュート、はい、これやばいです。これかなりやばいですね。ループシュート、はい、ループシュートかなりやばいです。めっちゃ入るんですよ、成功率がすごい高いって言ってました。そのプレイ、このゲームってプレイ失敗するとバツって出るじゃないですか。出ますね、出ますね、まあ、であんまり距離が遠いとバツの確率多分上がる体感で、はい、多分ゴールからあんまり遠いところで打つとバツ出ちゃうんですけど、はい、そうじゃない状況で打ったら絶対入る、はい、と言っても過言じゃないぐらい入るんで、ほぼミスなさそうな、なんかテクニック持ってますけど。そうなんですよね、うん、でしかもそのかなり高いです。ヘディングシュートだろうが何だろうが、はい、ループシュートなので、そうそう、もうヘディングですごい競り合いからループシュート逆サイドにポワーンと入ってスピードがあんまりないんで、うん、結構なんかスルーパスとかに反応しにくいんですけど、はい、まあ、最初ウィングで使ったりしたんですけど、このフォーメーションだと結構んで、この真ん中の2枚がシュートを打つパターンってそんななかったんで、最初こういう風に真ん中で使ってたんですけど、はいはいはい、こいつシュートに行かれたら外側に置いた方がいいなと思って、うんうん、まあ、同じ理由で真田も強烈シュートあるんで、はい、ちょっと外側に置いたりとかしてますね。でうちの裏のエースと言っても過言ではない、イルジータちゃん。いや、こいつやばいっす、ね、これやばいっす、こいつ絶対やばい、マジでやばいっす、てっぺりっすか、はい。で、これセービングじゃなくてスピード上げてるのは、はい、なんかそのスピードを上げると、はい、なんかボールに対する反応がすごい良くなるというか、あ、守備範囲が広がる印象なんですよ。あ、そうなんですか、そのスピードがあんまり遅いと逆サイドのボールとかになんか振り切られて反応できないんですけど、はいはい、割とスピード上げとくと、なんだろう、例えばセンタリングで逆サイドとか行ってもすぐに行ってくれる印象があるんで、はいはい、そうなんだ。なんで僕はちょっと今スピード上げてますね。スピード上げたの、こんな感じのかなり攻撃的な、はい、チームになってます。なるほど、いや、めっちゃ強そうだ。はい、さあ、じゃあ我々ちょっとまだね、足りてない選手とかも、はい、欲しい選手ね、やったりするので、はい、そうですね、ちょっとガチャも行ってみますか。行きましょう。これがセカゴなんで。なんか今ちょうどピックアップでディフェンスになってて、はい、で僕ディフェンスさっきも言ったんですけど、はい、結構欲しいなと思ってたんで、はい、ちょっと転がりかな。あ、じゃあちょうどいいっすね。でその優勝で最初に引ける確定のやつは俺一回行っちゃったんですよ。あ、はい、結局あれぐらいしかガチャ回せてなかったんですけど、うん、結構引きが良くて、はいはい、それで割とあとは無課金にしても揃っちゃったみたいな感じであれぐらいのチームになったんですけど、はい、ちょっとせっかくなんでこれチャレンジしたいと思います。はい、いきます。スタート。さあ、金来い。ヒカッ、おお、あるあるある、光る光る光る、あるあるある、深いな、開幕頼む。うわー、嘘だろなんでだよ。いや、でも強い強いけど、もう持ってる、持ってるんですよね。なんならこいつ3人目なんだよ俺。いやー、ちょっといきなりあれか。一発目だった。嘘だよ、ワクワク感。いやー、ファンタジスタゲット。もう一回引いてやろうかって決めれますからね。まあ、とりあえずこんな感じで、はい、じゃあちょっと2人いきましょうか。そうですね、はい、さあ、じゃあ続いては、はい、あの落胆しているね、ブンブンさんの隣のミヤボーが。ただミヤボーは どれ引くの。あ、僕は、はい、僕まだこれ引いてないんですよ。お、一体確定、一体確定。あ、これいいじゃないですか。これ引きますよ。何に欲しいんですか、狙いは。ポジション的には。いや、でも俺も実は、うん、まあ、ディフェンスライン強くしたいなっていう、うん、あ、やっぱね、まあ、それかキーパーありですよね。キーパーありっす、確かに、うん、はい、どうだ。もう約束されてるんで。そうですね、逆に2つ引けるとかありますからね。俺これ、ああ、そっかそっかそっか、2枚出たんですよ。はい、確か。じゃあ2枚出ろよ。あ、全然あるよ、2枚出ろよ。あら、あ、保証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 、来た、シドから。これ3ですね。なるほど、はい、ドリップ、かわいい、かわいい。これはムニエールですね。あ、あ、こ
これはパク、パク、あ、パク、これは、はい、アタッカーだもんね、はい、センターフォワード、センターフォワードのお仕事です。ありがとうございます。被ってないです。これはいいんじゃないですか。いや、これさすがにこれだったらトットとか、いや、トットは難しいとこですけどね。フォートップできないから、これこの辺で言うとちょっと困っちゃうのかな、そのどれにしよう。まあちょっと前線の面がかなり、はい、そうだね、強くなりましたね、前線さらに。あ、ゴールドリブルなんだ、いいですね。ゴーインシュート、ゴーインドリブル、はい、なかなか、まあ、割と一人で完結する感じの、ね、うん、はい、選手ですね。いいっすね。いいんじゃないですか。ありがとうございます。そうですね、ありがとうございました。はい、はい、おめでとうございます。さあ、で最後私が行きたいと思いますけど、これまだね、この7日間限定のやつ残ってたんで、はい、これで行きたいと思います。お、僕でも、僕もセンターバックとかいないんですよね、あんまり。はいはいはい、でもちろんそのゴールキーパーも欲しいんで、まあ、やっぱちょっとディフェンス系が欲しいですね。さあ、どうか、いけ、頼む、どうだ、頼む、あ、いる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 、どうだ、サイドですね、多分。まずは助かった。ポジションが1、2個あったんで、それキーパーかなんかだとね、いいよ、ね、そうですね、うん、あ、これなんか、あ、これウィングです。バナナクロスですね、すね、はい、あ、いいですね、バナナクロス、これ、おすすめですね。あ、誰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 、なんだ、誰、あ、あ、これはかぶったかぶってるわ。いや、強いんだけどね。え、かぶったの。これかぶってます、マジで。まあ、こんなところで、で、次は我々じゃあいよいよ試合の方いきますか。そうす、行きましょうか、やりますか、はい、やりましょう、せっかくなんでと思います。さあ、ということで、じゃあまずはあれですね、僕がどんどんさんのチームに挑むと、はい、やりますいう形で、はい、じゃあ行きたいと思います。はい、はい、ちょっとやっぱね、チャンスタイムをね、しっかりね、そうですね、まあ使っていかない、チャンスタイムちゃんと有効に使えれば勝てる。いや、でも鉄壁さっき言ってたからな。ではあります、はい、そうですね、音出てる、大丈夫かな。はい、でもやっぱりキーパーが強力だから、はい、ね、結構早速崩していかないと入らないですよ、ゴール。いや、でもなんか今のところ、うん、結構ただディフェンスラインは少ないんで、やっぱ、はいはい、確かに確かに、そうですよね、3枚でしょ、ね、ここちょっとみんな上がっていって、結構フリーキックの後とか大チャンスですよね。だから大チャンス少ないと、ちょっと全員オフサイドにならなそうですけど、裏抜ける感じですか。じゃあちょっとまあシンプルに、わかりました、これでいきましょう。じゃあうちのディフェンスそれで抜けるから。いや、イルジータやばいんだよ、本当に。でもループにはなんか、どうし、まねいける、頼む、おぉ、はい、ループね、ループセーブない、クイックだから、クイックだから、そうか、ループ持ちいたんだな、危ない、これだったらシューマックの方がいいですね。そうですね、今ループをセーブできる、できる。いやー、でもまあ状況的にはさっきとあんまり変わんない状況かな、これ結構ガンガンもう遠くから行きますね。やっぱあ、バナナバナナは強いな、バナナ強いんで、バナナ強いけどどうだ、その距離でしょ、行きましょう。これもいけると信じて、レベル上げてよかったな。よし、いいぞいいぞいいぞ、いいとこいいとこ、ドーン、あっ、強いよね、バナナ、バナナ強いよ、これもループ強いね、ループやばいな。そう、独走してる、独走してる、独走してる、さあ、いいとこ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 、追いつけ、追いつけ、よっしゃ、あー強い、強いですよ、ループめっちゃ強い。そうか、これ前半わざわざかなりいい感じだった。これ相当取ったんじゃないですか。え、めっちゃ取れてると思う、ね、意外と3点で変わりましたよね、うんうん、さあ、ここからさあ、うちのチームの CPU 選手が上がっていって、シェフリナからのめっちゃチャンスですよ。あるぞ、これどうだ、これは普通のキーパーなら入るよね、多分。そうですね、これ、うん、これあんま奥にやっちゃうと取られる可能性高いから、うん、この辺で一旦、なるほど、サーブからいけ、ドン、よっしゃ、うわ、あ、シュートブロック来た、はい、クイックセーブ来た、うわすごいな、今あと押し込むだけだったな、カウンター、あー、これっすか、アズさん、これっすか、アズさん、アズさん、本当にアズさん、いや、これ実際普通のシュートは入れるの相当大変だと思う。そうっすね、うん、すげえ買うだろ、わわわ、来たよ、ついにちょっとこれターンが変わった、来た、あー、おそらか、いやー、入ったんだよ、今の惜しかったな、ちょっとこれ危険ですよ、ちょっとスタミナも、ただうちも結構ないっすね、結構いいかも、うん、いやもう残り耐えてほしい、とりあえず、うん、あ、来た、来た、いいんじゃないですか、これカウンター気味じゃないですか。そうっすね、ループや、いやこれ決まったら俺、正直ループ、いや、ループマジですね、ループマジでゴー押しますな、ループ強いんすよ、取りに行く、さあ、いけるいけるいける、あー、あー、まあ、クイックセーブ、クイックセーブ、こうなるんですよね、普通クイックセーブで、うわ、やばいやばいやばい、カウント、あー、危
ぶねえ。今のダイビングヘッド。ああ。やばいやばい、追いつかれてきた、追いつかれてきた、追いつかれてきた。マルク。ああ、戻った。寄せ強い。ああ、やった。やりますね。あぶねえ。いやでも結構戦力差ありましたけど、こう勝てるんですね。でもファンタジスタモードをちゃんと使えば、うん、点はそれなりに取れるのと、そうですね、多分でループなかったら、あ、入んない、かなりきつかったと思うんですよ。確かに前半で結構取れたのが強かった、ね、そうなんですよ、逃げ切れた感じありました。なんかループはもうシステム上強いみたいな、いやもう感じがすごいんで、あれは僕も使ってたと思いましたけど、クイックセーブへの回答っすね。綺麗ローレダイ、そっかローレダイループ持ちなんだ。さあ続きましてはミヤボーの試合、はい、お願いします。行きましょう。はい、捨て高いですけどね、もう捨てらずもブンブンさん近くし、そう、ねね、あんま変わんないよね、もうね、もう2000円ぐらいしか、まあ、でもうちのメンツ、そのループさっき見た試合で、はい、うち全部のその強烈ボレーとか強烈シュートとかそこら辺がめちゃくちゃ、はい、力こそパワー系ですよね。いや本当そうです、結構ミドルガンガン打ってってみたいな、はい、あれに打ち込む感じです。実際クイックセーブがどれぐらい有効なのかっていうのが、うん、これちょっとはっきり分かるかなって感じがしますよね。でもクイックはね、もうCPU とやってる時に結構苦しめられたんで、多分実際ね、ループはすげえ強いんだよね、やっぱ、はい、もう触れないし、あれ、はい、怖い。さあ、よし、やらくれ、さあ、チャンスモードで行きましょう。イルジータちゃんがうちの守護神、さあ、頼むで。さあ、始まりました。マルケイが良かったな、アルトバイレッティスか。あ、確かに、じっくりね、頼むで。展開が分かりやすいですね。これ、うちは攻めたですね。あー、ウニエル、ウニエル、あー、かわしていく、かわしていく。ファンタジスタタイムを出して、いやこれオフサイドだな。いやこの通り長すぎるな追いつかれてしまう。この通りは長いんで、こっちに逃げてからのちょうどこの辺から狙います。なるほど。おー、ね、これは普通のシュート、まあ CPU なら入りますよね。はい、はい、CPU ならこれ結構いきます。さあどれぐらいの守護神の力が見れるのか。さあいけ速攻わかり、おー反応してました ね、 ねちゃんと。今めっちゃジャンプしたもんね、後ろの今観客もおおおおやばい、おおおマイガー、おお、いや一瞬駆け引きあったんですけどねくっそやばい、うちのディフェンスラインもしっかりしてるんで、そこら辺なるほどなるほど、ちゃんとラインサイドバック上がって裏をつきたいですね、ちょっと、はい、さあ、はい、さあこれお、ファンタジータイム来ましたね。これちなみに大チャンスなんでね、右キックからは相当チャンス。このゲームは実際見立てやすいですかね。そう、ディフェンスラインって大体横一列になってて、はい、フォワードの選手と、うん、用意どんでいくとやっぱ絶対フォワードの選手が抜けるようにできてるんで、はい、そうそう、そこ裏落としてなんかっていうのはすごい有効な攻めのパターンの一つですよね。そうですね、うん、ちなみに、はい、敵に塩を送る形でアドバイスするんですけど、うん、結構このゲームって、はい、そのマークしてるディフェンスが追っかけてくるじゃないですか。追っかけします、ね、こういう時って逆サイドの選手とかを逆に上げとくと、そいつにディフェンスラインが引っ張られて、はい、オフサイドラインが結構上がるんですよ、ね、あの下がるんですよ、ね、なるほど。例えばあの左サイドでデザリーがいるじゃないですか。こいつあれに近い選手をこうやっとくと、と上の2つをちょっと前に上げることによって、多分ショートパスが出た瞬間にデザリーがちょっと降りるんですよ。あ、なんで今1枚後ろに下げた選手いるじゃないですか、はい、あのオフサイドポジションから、でそいつが高確率でオフサイドポジションから外れるんで、戻してからもう、いや上げないで一回戻すんですよ、うん、引いてで縦に走る、でももう一回もう一回走らせると、そう外側をね、そうクリックする感じがいいね。そう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 ですね、これで多分オフサイドラインをかいくぐれる。おこれ僕割とよくやるんですけど、なるほど、でここにリターンのパスを送っていれば多分通るんじゃないかなと。プレーは悪くないですね、全然。じゃあいきます。はい、さあどう動くか。ファンタジスタ、よし、あ、おこれないでしょ、これはさあ素晴らしい。あーあいや枠に入れて欲しかったな、弾けたな枠だったら。いやー今のは押すとかやるな、逆に。あの今の動きマジで超いいですね、今の、はい、めっちゃいいですね今の。結構その例えばさっきのところだけじゃなくても、はい、結構ギリギリオフサイドになってることってあるじゃないですか、はいはいはい、ああいう時に一回ワンクッション戻して、なるほどね、そのこのゲームってその待ってもらうこととかってできないじゃないですか、はい、なんで一個別の動きを入れて、はい、いやいいっすって走る方向をワンクッションやることによって、はいはい、オフサイドのタイミング外すみたいなことができるんで、こう体勢的にあのパス入れづらいかなと思ったんですけど、で逆サイドのところでもう一人そのおとりのランさせてディフェンスラインを崩すみたいな。なるほど、これはマジでおすすめなんで、ね、ですね。あまあまあ分かんないですけど、まだそうですね、うん、さあ、おさあ、ダイレクトパスからアズ、アズイ、アズは取れるか、アズイ、あ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 
さあ一対一同点としてしまった。いいよ、レフシア楽でいいよ。さあリスクは少ない。強烈シュート、強烈シュートいきます。これいいとこいきますね。どうだ、反応できるか。じゃあキーパーはクイックセーブ、これ通るんじゃないかな普通に。ボールこぶ、そしてからの、お、レーザー寄せが間に合うか、寄せが、あーあー、とっとっこれは取るでしょうね。シレーナどうする、さあキラッパスからの、おーおー、見事疲れが限界に来ていたか、出てるのか、おーおー、3対1、ちょっと危ないシーンもありましたけどディフェンスラインゼロっていうすごいな、ゼロバックってありましたね。いやね、何考えてる、勝ってんのにこっち、バチバチの殴り合いみたいな。さあじゃあ続いてはブンブンさんの、はい、降臨チャレンジという、そうなんですよ。で、はい、今そのイベントで降臨系の試合が来てまして、はい、勝つとですね、まあ、このまず星さんの選手モンブランちゃん、はいはい、これが股抜きドリブル持ってるんで、はい、股抜きドリブル持ちのスキル上げには便利かなっていうのと、はい、もう一人ベルゲ、ベルゲマン、はい、これが進化するとシュートのコブっていって、はい、結構オンリーワンなスキルを持ってる上に、はい、まあ、強烈ボレ持ちなんで、はい、センターフォワードいいのいないっていう人は、うん、これで取るのは全然ありかなっていう気がします、うんうん、なるほど。あとその強烈ボレがやっぱ抜けるんで、そうですね、例えばチェフリナのシュート上げたりとか、はい、僕もこれ何かも実は取ってて、はい、チェフリナのボレレベル3ぐらいになってるんですけど、いや、いいっすね、はい、スキルレベル上げにも使えるんで、はい、まあ、回すのはありかなっていう感じですね、はい、ただ実際すごい強いんで、はい、僕のチームでも安定して勝てないことがあるんで、あ、はい、まあ、じゃあやっていきましょうか、せっかくなんで、はい、で僕が出すチームがこんな感じですね、はい、やっぱその条件で2点差以上とかつけて勝つと、はい、もらえるじゃないですか、報酬増えます、はい、あとある程度守備的なチームでやっても見たんですけど、はい、すげえ点が取りにくいっていうのと、そもそも守備的なチームでやってもよく失点することがあるので、はい、もうだったら取りに行っちゃった方が早いなと思って結局3トップになっちゃいました、はい、最終的に。なんでこんな感じでじゃあ、はい、チャレンジしていきたいと思います。はい、お願いします、はい、じゃあチャンスモードで、そしてこれ当倍スピードでいきましょうか、はい、せっかくなんで、いや、ほんと強いんですよね、まあ、あとはスタミナの、え、いきなり、あ、レッドカード、これレッド出ましたね、レッド初めてもらったんですよ、嘘、え、10人これ、じゃあ10人っすね、嘘だろう、あからのルーシュート、うーん、ゴール、強すぎる、どうだ、どうだ、ゴール、ワンプレー、ワンプレー、くれ、ちょうだい、あさあ、あいつも強いからな、これ。行きましょう。じゃあ、ワンモア、はい、お願いします。お願いします。まあ、これでね、もう、11人揃っていればね、チャンスもね、確かに良いんじゃないですか。さあ、いきなり来たシュートのコブ。シュートのコブね。ちょっと、ちょっと、ジェザーリース。おーい、ちょっと、おー、そう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 。あれ、嘘だろ、あれ、セーフティーでしょ。全然ないでしょ。あー、セーフティー。エロー、エロー、エロー。まあまあ、1枚ぐらいはね、仕方ないっす。さあ、はい。ここで、あー、クイックセーブ、強いな、やべやべ、大丈夫、あ、OK、カウンター、カウンター、いや、早い、やば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 い、一回クリア、一回、一回、そういうこと、いや、シェフリナ、シェフリナパワーズだぞ、速攻大ゴール、ここでかわして、あーあーナイスラ、あ、いいよ、また、おーマイガー、いいか、俺に動かさせるよ、やばい、おかしいね、てか、来なすぎじゃないですか、来ないっすね、何なんですかね、信頼されてないんですか、僕選手に。ちょっとあいつの操作じゃあるかなみたいな。監督の言うことを聞かない。なんなら結構あったチャンスが今。頼むよ。さあ。これあるよ。あ、かわされた。もう一回。オフサイド。あ、これオフサイドですね。すね、はい、ちょっとアズさんが抱かないんで。そうですね。残っちゃいましたねこれ。はい、ワンタッチ。チャンスね。さあ、ここから振りていく。これ怖い。危ない、おっ、おっ、チャンス、大ボレーからの、どうださあ、裏に出して、ああ、危ない、さらに速攻、さあここで怖いな、速攻怖い、速攻怖い、さあ、やーっと、おー、前に入る、いいですね、ビルジェタ、いいキーパーだ、ビルジェタ、いいキーパーですよ、本当、さあ、ワンタッチ、タイム、これチャンスですよ、さあ、チャンス、この選手は内側で受けれるんで、ここ出しますよね、まっすぐ走るとそのディフェンスラインに早めに捕まっちゃうんで、オフサイドのラインに、はい、あえて斜めに走って距離を稼ぎます、はい、これだったら多分ディフェンス捕まんないと思う、あのオフサイドライン捕まんないと思うんで、でニアじゃなくてあえてファーにします今回は、おほうほう、はい、結構ギリですけど相手のキーパーも強いんでこれでいきましょう、そうですね、はい、さあ失敗率も 23.7% 低いですね、さあパス出して、じゃあここでこれですよね、キラーパスから、あー、さあ間に合わないか、ちょっと早かったか、奪い返して、あー、
たつきましたね。そうですね。えでもまあ一応計画通りにはそうですね。まあもうちょい早く来るかなと思いますけど、ね、蹴った後もたつきましたね少し意外と、ええはい、ただ相手クリアミスしてくれたのもあって、はいはい、助かりますね。さあこの時間帯でのいいよいいです、ね、もう1点いきたい。2点差つけると無失点2点差が一番でかいんで。そうですね、報酬が、まあ、さあやばいやばいやばい、ハイス50分は結構きついんで、はいはい、というところは2点差と無失点狙いたいですね。であそこででも全然出るんで、はい、さあ来ましたよ、タイムこれ来たな。さあちょっとオフサイドな、オフサイドここないですね。そこなんですね、ここつきましょう。全然ヒヨリナ走れんのでかいっすね、はい、ヒヨリナ走らせて、でどっちに繋げるかな、多分こっちに繋げると思うんで、はいはいはい、この人はこうこうですよね。でこうじゃないですか、横パスでこう行きますわ。おあここでも反応早いんだよ、はい、そうです、あえてもう一回振ります。バナナで曲げていくかループか引き寄せてからのシュート曲げましょうか、バナナで、はい、でここのディフェンスが、ここのディフェンスが多分アズじゃなくてシェフリナに釣られていくと思うんで、はいはいはい、でクロナもこの真ん中のディフェンスを釣らないといけないんで、この辺にスタンバイさせます、はい、これでいきましょう、いきます。さあどうだ、アズさタイム、アズについてこられちゃうと結構きついんで、さあシェフリナに届いてからの、さあどうだ、動かしてきた、きた、バナナシュート、どうだ、さあびっくりしてる、クロナに当たっちまった、寄せた、ちょっと寄せすぎましたかね、クロナを。そうっすね、予想よりも前に出ちゃいましたね。そうなんですよ ね, そうですね、ここここ、あーこれだよ、いやー、新勝ですよ、日本勝利、いや敵強いっすね、強い、6万超えですからね、やばいっすね。さあ問題はこれで何が出るかですね。そうっすね、はい、はい、来るか、無失点、うわ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 出ずと言ってなかなか厳しい戦いでしたけど、これ資産のやつは出ましたね。そうですね、はい、まあねシドネの股抜きドリブルは評価できます、はい、そういうことです。まあこの中でただ今回出なかったんですけど、はい、体感でそのスター級でやると2回に1回ぐらいは落ちますね、はい、なんでそんなに渋いっていう感じもしなかったんですけど、まあ、今回ちょっと弱かったって感じですね。そんな感じがします、はいはい、もちろんちょっと少なかったです、ね、そうですね、はい、まあちょっとできれば2点差つけたかったんですけどね、はい、まあ、かなりチームも強かったんで、うん、はい、こんな感じかなと、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、ということで、はい、はい、もうちょっと最後なんですけども、まあいろいろね、僕結構シンプルに攻めたりとかしてたんですけど、ブンブンさんみたいにちょっと一旦ね戻してとか、そうですね、オフサイドラインをね操作していくみたいなところ、結構オフサイドに捕まることがやっぱ多いんで、特に攻めがちに、そうですね、そうなった時にこうどういう風にしてタイミングを出してボールを振るかみたいなところで、ああいう風に一回選手戻したりするのはすごい有効なプレーなんで、そうですね、ぜひあれはおすすめ、一旦ねタイミングずらすっていうのがね、そうなんです、大事かもしれないですね、はい、僕はスキル今回ちょっと学びましたわ、あーそうね、結構で、ね、結構でかい、でかいっすね、これしてるんで、スキルレベルとかも上げていきたいなって思います、ね、そうですね、特にやっぱ有効なスキルをね、強化していって、ループシュートはマジでおすすめなんで、そうっすね、はい、クイックセーブですね、ループやっぱ強かったんで、あそこまで行くと、はい、ループあー、ループセーブも、まあ、頭数揃いとくのが大事、やっぱクイックセーブの安定感もすごいんで、はい、実際いや、やばかったっすもん、あの降臨ゲーム相手強いと、はい、もうひたすら止めまくるんで、まあ、やばかったっすね、そうですね、ということで、まだまだね、楽しみそうですね、はい、はい、ということで、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、お願いします。